こんにちは諸星すみれですモチベーションはやっぱりあの感謝の気持ちを忘れないということでその作品だったりキャラクターと出会うっていうのは本当に貴重なことですしあのやっぱりなんかその経験が自分にとって意味のあるもので。 ありたいですしその作品を通して何か皆さんに伝えることだったりその先の自分に何かつながるものだったりっていうことをすごく大切にしたいのでその作品やキャラクターとの出会いに感謝してもうアフレコだったりそういうことに命をかけるようなつもりで一つ一つ丁寧にやっていくというのが自分の中の,そのモチベーションでもあります。 アニメチャンネルアニプラスを皆さん楽しんでくださいアニプラス見てね